天使ちゃん。フローラ様、どうして？お背中を流しに参りました。さあ行け剣士、その戸締まりマッサージをしてやるのじゃ。剣士の超絶マッサージと。では少しの間眠っていただきましょう。あんたよりは手がかからないけど、そろそろ競技を決める時が来た。だったら代表の10分の1以下でなければならない。それはいいアイディアね。競技ね。いい匂いだ。ロータリー。ジュエは本当に不思議な知恵をお持ちですね。もう元気いっぱいだ。それは確かみたいですね。そういうのは結構っていつも言ってるだろう。ペイシア、おふざけも大概にしないと不敬罪で叩っ切るぞ。いつもの出さないと健康に悪いそうなのよ。何、そういうものの前もって手ほどきして差し上げねば。危険でしょ。私の体もよろしければ使ってください。男性の汗の匂いって女性を興奮させる作用があるんだって。だから悪いのは全部早く脱がすな。なんで酒は飲んでないのに。まさか気化したアルコールで。おかしいと思ったのよ。真面目に新メニュー考えるふりして、キクちゃんにお酒飲ませてエッチなことしたかっただけじゃない。違う、こいつが。もう早く脱いで。だましやがったのね。ハヤト君、見て見て、桜のカチューシャ、春っぽくて。ちょっとそれ貸せ。わー、痛ー。ダメよキクちゃん、服着なさい。ハヤトくん、とにかく隠せ。わー、お花が咲いたよ。アミちゃん、うん、ハヤトくん魔法使いみたい。綺麗。こんな近くに悪者がいるよ。いたね。鉄拳制裁。あー、くぼっちってばニヤニヤしてる。いいことでもあった。シートちょうだい。そ、はい、うん、そ、はい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 、そ、今日はダメ。いつも来れるじゃん。そんなわけないじゃん。わかりやす。くぼっちのケチ。白石くん、これなんだ。僕の生徒手帳。どうして久保さんが。どうしてだと思う。なんか意外とあっさり返してくれ。るわけないか、久保さんだもんな。ここでお別れ。嫌だよ、行かないで。いなされていたから起こしてあげようとしたのに。同級生の胸を触るだけでは飽き足らず、真下からスカートの中身を覗き見るなんてどれだけあれ。千里のやつ、お説教が長いんだよな。さて、千里に見つからないように。カツラ。うわっ、うわっ、なんだ。こりゃ死んだな。久しいな、カズヤ。誰？恩知らずだ！おや、お出ましじゃ。あの、今この辺りは未曾有の危険地帯だから、すぐに逃げた方がいいよ。カズヤ。これはわしのものじゃ。愚か者。カズヤさん。いやー、さあどうする、カズヤ。下僕になるなら助けてやるぞ。お前の相手はこっちじゃ。おびっき。
我を取り戻せ。思いに飲まれるな。カズヤに感謝することじゃな。お前への思いが高じてカツラに宿り、アマソギへと転じたのじゃ。もし囚われていたら、欲望のまま穴という穴を犯されていたかもな。穴という穴。こら！とっくに下校時間過ぎとるのに何やっとるんだ。ただいま。おかえりヤくん。お風呂沸いてるから一緒に入ろう。入らない。もう子供じゃないの。僕を助けてくれたあの女の子、結局誰だったんだろう。行かないで。気が焦って出ない。やめろ。一国の王女様がやることじゃねえ。世界を救うなんて、俺はただの農夫なのに。少なくとも私にとってはあなたが本当の勇者です。じゃあ勇者からの最後の願いだ。ポケットにニーソが入ってる。最後にそれを吐いて。トンカさん、責任取ってくださいよ。私は恋をしてしまったのですよ。もう十分だぜ。姫様の涙で復活なんてよ。あの時確か最後の願いを頼んだような。そのどうでしょうか。形も村で取れるか取れないかクラスの大根のようだ。毎日その太もも拝ませてくれてもいいんだぜ。やっぱり山田じゃないか。そういえば体育の持久走の後、さっきの授業いなか。待てよ、今のこの状況、もしや殺害のチャンス。死体のように肌が白いな。彫刻のようでいながらとても柔らかそう。よかった。え、知らない人が見てると思ったけど、知らない人じゃなくてよかった。よくないだろ。どうしたの。頭の中、いや頭痛があれで。そっちは。お腹痛い。はあ。おお、これ薬、頭痛にも効くんだよ。おはよう、ゆうきくん。春菜ちゃん。待て、浮かれてる場合じゃねえ。これはチャンスだ。私昨日屋根の上で。あの俺